皆さん、お疲れ様です。のぼたけチャンネルです。今日はですね、携帯の、この、クリップ式のやつですね。これをね、これセリアで売ってたんですよ、100均で。ちょっとこれ使ってみたいなと思って。で、こないだ車に取り付けるやつを買ったんですよね。それ買ったんだけどなんかうまくいかなくて取れちゃうんですよね。で、両面テープでくっつけても取れちゃうし、なんか位置ですか？位置をこうずらしたりしていい感じになるかなと思ったら全然ならなくて、ダメだこれやっていうことになって、ドンキにも売ってたんですよね。こういうクリップ式の。クリップ式ならどこでも止められるからいいかなと思って。じゃあ、いや、ドンキで買おうと思って。そしたらそのドンキ行く手前にセリアがあったんですよ。じゃあちょっと100均覗いてみるかなってことになって、100均覗いてみたら、同じようなこのクリップのが100均で売ってたんで、これもしかしてこれでもいけるんじゃないかなと思って、ちょっと買ってみました。これ中身ね、ちょっとね、開けてみて、どんな感じなのか。ちょっと組み立てていきたいなと思います。これがこうなのか、あ、結構大きいクリップなんだね、これね。わかるかな？これだったらいけるかな。ポロンって落ちちゃいそう。このバネもね、結構硬いっすね、これね。これだったらそんなにずれたりすることはないからいいかな。どうなのかな。なんかよそ、これはカチャってここに多分入れると思うんだけどね。まあ、これちょっと使ってみます。まあ、100均で買えるのは100均で十分でしょ、こんなのね。この間だって車、オートアルズじゃない、オートバックスか。オートバックスで買ったやつは、1200、300円したもんね。でもあれダメだったもんね。ダメっていうか、あんまり使い勝手が良くなかった。プチプチ気持ち、全然関係ないけど、このプチプチ気持ち。ね。ちょっとこれまた使ってみます。使ってみますと、これ、この携帯を動かすことになっちゃうんで、動画止めなくちゃいないんで、これはもうこれでとりあえず終了です。終了。で、帰りがけに表出たら宝くじ売り場があって、あれ？と思って、ハロウィンジャンボ宝くじなんて出てるんだと思って、9月21日から10月の21日まで。ね、出てたんですね。全然気づかなかった。なので、ちょっと目に入ったんで、ちょっと買っちゃいました。バラ10枚、連番10枚。まあね、夢をちょっと見させてもらいましょう。これで。当たらないのは分かってるんだけど、ついつい手が出てしまった感じです。で、この宝くじ会員様登録。これ、だから宝くじいつも買ってる人はなんかポイントがつくみたいですね、これもね。なんかね。まあ何でもかんでもポイントだからね。まあ、自分はそんなに買わないんで、で、大量にも買わないし、そんなにお金に余裕もないんで買えないんですけど、買いたいけど買えない、そんなには。ね。っていうことでした。ちょっと宝くじは想定外だったので、ちょっと無駄遣いかな。でもまあ夢見れるからいいかな。連番10枚、バラ10枚。当たりますように。っていうことです。今日、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、コメント等、あとチャンネル登録ね。よろしくお願いします。アニュアセヨー。アッサラムアライクーン。ナマステ。以上です。
ありがとうございました。